広島東洋カープ対福岡ソフトバンク。打順は6番丸。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク。改めてお聞きします、この丸どういうバッティングスタイル。2球目打ちました。ここは打ち上げています。森が抑えて3アウトチェンジです。そして打席には丸が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ早いうちから点差があると楽になりますから。打った、センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。ホークス1点追加します。センターをバッターボックスは6番丸。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ヒットでランナーを一塁に。打った、大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃、二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウト。バッターボックス丸。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。まず何を投げてくるか。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。切れていきます、ファウル。インサイド落ちました。ここもファウルです。打った、ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った、ホームラン。満塁ホームランが出ました。素晴らしいバッティング。バッターは6番丸。先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。ワンアウトランナー1塁3塁です。これが2球目。打ちました、三遊間抜ける。サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。レフト。最初は変化球できました。次が2球目。これは低いところに持ってきました。ボール先行です。打ちました、伸びていく、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトからランナー出塁しました。今日は見事な完封です。